ペテー・フィシャンドルペテー・フィシャンドルは、ハンガリーの詩人、及び1848年の、ハンガリー革命における重要な人物。ハンガリー語を母語とする、父、ペトロビチー・シュトバーンと、スロバキア語を母語とする、母、マーリア・フルーゾバーの間に生まれる。しかしながら、シャンドルは、自身を、ハンガリー人として認識し、革命の求心的グループの精神的指導者となり、 また数々のハンガリーの最も偉大な国家のための詩を書いた。ペテーフィの詩、ネメッチーダルには次のような一節がある。A、マグロクエスニア、エスカスンク、エスカスンク、ホージレイボックトーバブ、ネームレスンク、一家は、父が、屠殺場を保有していたサバドサーラー詩に一時的に居住していたが、2年以内にキシクンフェーレチハーザへ移住し、後に、ペテーフィはそこを、 本当の誕生地として考えていた。父は可能な限りの最高の教育を息子に与えようとしたが、ペテーフィが15歳の時、1838年のドナウ川の洪水、及び親族の破産により一家は財産を失い、シャアンドルはシェルメツバーニャの学校を去らなければならなかった。彼はペシトの劇場の雑用係として、またオシトフやソニフでは教師として、 ショプロンでは、兵士として過ごした。不安定な放浪の時期のち、ペテーフィは、パーパのコレニウムに入学し、そこで、妖怪モールと知り合う。一年後、1842年に、彼の死エーボロゾが、初めてアテニウムで、ペトロビチシャンドル名義で出版された。同年の11月3日、彼はこの死を再出版する際、初めて、ペテーフィという姓を用いた。しかしながら、 ペテーフィは劇場により強く惹かれていた。1842年に彼は旅回りの劇団に一時参加するものの、すぐに諦めざるを得なかった。当時彼は新聞記事を書くことにより、金銭的な自立を図ったが、十分な収入を得られず、その結果、栄養失調と病気により健康を害したためである。彼はデブレツンに移動し、そこで、 友人たちの援助により健康を回復した。1844年、彼は詩の出版社を探すためにデブレツンカラペシュトまで徒歩で旅をした。主に民族的要素と有名で伝統的な歌のような形式の詩が収められた。この詩集は成功を収め、彼の詩はますます有名になった。彼の長大な作品の中には1845年の作品である。 ジョージ氏ヤーの守備手図がある。彼は出版社から民衆向きで酒と酒場についての低い水準の詩を書くことを要求されているように感じていたが、実際は広範囲のヨーロッパ的な知識と革命的な情熱について書くことを望んでいた。しかしそれらの詩は当時の強力な検閲家においては許容されないような内容も含んでおり、出版することは困難であった。 1846年、彼はトランシルバニアでセンドレ・ユーリアと知り合い、翌年にユーリアの父親の意思に反して結婚し、ペテフィの唯一の貴族の友人であるテレキシャンドル博の居城にて蜜月を過ごした。その後、彼はさらに革命の思想の虜になる。彼はペシトに移動しカフェ・ピルバックスにて定期的な会合を開いていた。 同じような思想傾向を持つ学生及び知識人のグループに参加する。彼らはまた文学と演劇における言語としてのハンガリー語の地位の向上に努めていた。1848年3月15日はペテフィの日と呼ばれる。3月の若者たちと呼ばれるスータの革命の指導者たちの中でもペテフィはペストでの革命の開始において 最も重要な役割を担っており、また、二つの重要な文書、十二本の協著者であり、またネメッチー、ダルの作者でもあった。15日、ウィーンでの革命の知らせが彼らに伝わると、ペテーフィと彼らの友人は、計画していた国民集会の期日を、予定されていた3月19日から15日に、繰り上げて実施することを決めた。15日の朝、 ペテーフィの周りの若い革命家たちは、ペストの死骸を更新し始め、彼らの死と十二条の要求を集まってきた群衆に、対して読み上げた。その後、彼らは出版書をめぐり歩き、すべての検閲を行わないように要求し、そしてペテーフィの死と十二ポーンを組み合わせて出版させた。市長は、群衆に圧迫されて、十二ポーンにサインをした。その後、 大規模なデモが新しく建築された国立博物館の前で行われ、その後、ペテーフィたちはドナウ川の対岸、ブダへと向かった。群衆たちが帝国議会の前に結集した時、オーストリア皇帝のフェルディナント一世の代理人たちは、もはや十二条の要求に対してサインせざるを得ないことを悟った。そのうちの一つは政治犯の釈放であり、その後群衆は、 自由の身となった革命家の詩人、タンチチミハイを祝福するために更新した。しかし、ペテイフィンの任期は栄光の日の記憶がおぼろげになるにつれて、また革命が貴族たちの主導のもと、高度に政治的な方法で行われるようになるにつれ、衰えていった。実際は、ポジョニデの貴族の会議においても、ゆっくりとした改革が進められており、すでに十三日には皇帝に対する、 請願状が送付されていた。しかしながら、ペストでの事件は彼らの行動のよりも、わずかに先を目指していた。ペテフィは、議会の決定に対して、異議を唱え、また貴族たちの思い描く革命の方法と、その帰決に対して批判した。総選挙において、彼は記事において、立候補したが、当選することはできなかった。この時、彼の作品中で最も深刻なし。 ジョジシアズ・アポストルが書かれている。ペテーフィは、ポーランドの革命家、ユゼフ・ベム将軍の率いるトランシルバニア軍に加わり、ハプスブルク家の兵士、及びルーマニア人、トランシルバニアのサクソン人の民兵に対して、華々しい戦果を挙げたものの、オーストリアを援助するロシア帝国の介入の前に、敗北を重ねることになる。彼は1849年7月31日に、 現在のルーマニアの市議所ラにおけるシェゲシバールの戦いの最中に消息を絶った。彼の死にまつわる環境は謎に包まれており、また議論を引き起こしている。主な意見としては、ロシアの軍医の8月1日の日記に見られる証拠に基づき、ペテーフィは戦闘によって命を落としたとされる。彼は腹部への槍の傷が原因と見られる異様な死体を発見しており、それは 特徴的な黄身がかった顔色と常に一般人風のジャケットとズボンを愛好していたペテーフィのものと一致する服装であった。近年、ルーマニアのハンガリー人が石の和紙の破片を見つけたと主張している。それは1855年、おそらくペテーフィが埋葬されたとされる共同墓地の一角にその地方のハンガリー人が設立したと知られているものである。しかし、 シェゲシュバールの戦いで命を落としたハンガリー人の数を考慮すると仮にペテーフィの両親の遺伝子のサンプルが得られたとしても発掘作業によりペテーフィの死の状況を解き明かすことは望めないであろう何人かのハンガリー人特にモルバイフェレンツは次のように信じているペテーフィは拘束されてロシアに連行されそこで数年後に自然死したとバー牛人地方 およびシベリアで発掘された人骨は当初はペテーフィのものであると信じられていたが、後に女性のものだと鑑定された。また、死のコレクションも紹介されたが、それらは詩人ペテーフィの残した作品と見なすにはあまりにも貧弱なものだった。彼の出生記録は当時の公用語であるラテン語でアレクサンドル・ペトロビックスと書かれている。多くの資料によると父親は セルビア系であり、本来の名前はスティボン・ピットロビックだとされるが、その他の資料によるとスロバキア系であったともされる。ピート・ピートンは男性名、ピーター・ポリエチレントン・アールの愛称系。ファイ・ファイは息子という意味で、ハンガリー語の性にはファイという性がよく見られる。自分の本来の性のピットロビック・ペトロバイは、 ピーターの一族という意味のせいなので、それをそのまま、ハンガリー語風に訳すと、ピーターファイ、ポリエチレントフィーやペトゥーフィー、ピー、トンファイとなる。ありがとうございます。